創価大学学生の皆さん、こんにちは。私は創価大学44期文学部卒業、現在コニカミノルタ陸上競技部に所属しています大山範明です。今コロナウイルスの影響で大変な状況にあるかと思います。当たり前にできていたことができなくなり、ネガティブになる方が多いのではないでしょうか。しかしそんな時こそポジティブに捉えてほしいと思います。私自身このような状況になり、普段当たり前に使っていた環境や周りで支えていただいている方々への感謝の気持ちをより強く感じることができ、成長することができています。コロナウイルスが収束したら絶対に結果で恩返ししようという前向きな気持ちになることができました。皆さんもぜひ前向き、ポジティブに前進していってください。闇が深いほど夜明けは近いです。共に頑張っていきましょう。